い、こんにちは、スペラートエデンのベラちゃんと梅ちゃんです。よく質問されるのが、うん、日本人ってお土産買っていくの好きなの？まあメキシコ人限らず海外の人が喜ばれる日本のお土産って何でしょう？何嬉しい？金。何？海外に行ったら、うん、友達とかに行ったらお金1万円札持ってあげれば喜ぶ。喜ぶでしょう。当たり前や、日本でも喜ぶよ。まあお金なんだけど、五円玉見える。五円玉持っていくと結構海外の人ね、うん、嬉しい。嬉しい。なんで嬉しいの？なんか珍しい。なんで珍しいの？穴が入ってる。そう、五円玉とか五十円玉で海外に行くと穴が開いてる。うん、お金って少ないんだよね。少ない。でも本当に少ないから5円玉持ってって、あのこれ持ってるとラッキーですよ、5円がありますよとかって言うとさらに嬉しい。やばくない？5円で喜ぶんだよ。結構ダイソーのものもみんな喜ぶんだよ。そう、みんな本当に本当にダイソーの方が一番いいと思う。そんな反応すると思わなかった。なんか何でもあるからさ、珍しいものいっぱい。いっぱいあるね。だからそんなにお金使わないで。5円いっぱいとダイソーのものということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴース。じゃあね。